よ。お？マジかよ。よし。一件落着だな。これでもうお前に風はなくなった。次期総理なんて大物を改心させたんだ。これ以上のフィナーレはないぜ。ここら辺が取引の潮時かもな。お前はもう大丈夫だろう。我が輩がいなくてもやっていける。心配するな。今すぐには出ていかねえよ。けどずっとここでじっとしてても何も思い出せない。ちょっとだけお前が羨ましいぜ。我が輩はまだ何も見つけられてないのに。メメントス、あの奥のことが分かれば。寝るか。疲れただろう。まさかシドウさんまで改心させられるなんて。今の私たちの地位は彼に邪魔な奴を消してもらったから。このままもし立件でもされたら私たちのことまで明るみに。一体どうすれば。それを話し合うために集まったんだ。新島って検事が指導さんの立件に本気らしいな。あなたの管轄でしょう。何とかしてください。わかっている。しかし新島はしのげたとしても大衆の方はどうする。あんな集体を見せた後だぞ。布告政策を引き継ぐしかないだろうな。布告政策。人の心を操って有利な外交を進めるという犯罪国家創設の計画のことか。研究は進んでいるはずだからな。あの計画を引き継いで邪魔者をあの世界を使って排除し続ける。表向きは強い国を作ると今まで通りに訴え、指導さんへの期待を我々で引き継ぐんだ。強い国か。なるほど。引き継ぐって言っても他の取り巻き連中は黙っているかな。それは大丈夫でしょう。あの会見を見て世話になった誰もが身の危険を感じているはず。今の我々と同じように。ともかく立件だけは絶対に阻止せねばならんようだな。大衆の騒ぎの方はどう黙らせません。幸い指導さんへの支持は健在だ。志半ばに倒れた英雄指導正義の意志を私たちが引き継ぐ。マスコミにはそう発表しよう。なるほど。指導者を失って混乱している大衆なら一気に飛びつくかもしれない。大衆まで敵に回したら我々は終わりだ。もう引き返せないというわけだな。では新島の件は我々で。指導さんについては頼めるな。精神鑑定ということにでも。皆一蓮托生だからそのことを忘れるんじゃないぞ。
意味わかんねえ。時間よ。やれやれ。すまねえな、試験のこと言いそびれちまって。こっちもこっちで指導の手下とごたごたしちまったからさ。ま、勉強会なんて学生らしいじゃねえか。定期的に食料の提供も頼む。お前は試験受けないだろ。お邪魔します。ああ、いらっしゃい。店のことは気にせずに好きにやってくれ。ありがとうございます。お言葉に甘えちゃいますね。俺はなぜ連れてこられたんだ。うちの学校の試験はもう終わったんだが。寂しいこと言うなよ。俺が赤点取ってもいいってのか。問題なし。リュウジは勉強しても同じじゃねえのか。まあまあ、私のことも助けると思って。はあ、不安。出そうなところだけ集中的に行くわよ。時間がなさすぎるし。山春ってことか。外したら死ぬ。外したら死ぬ。そんなにまずいの。日頃の行いだな。あなたも人事じゃないのよ。まあ、あなたの成績だし、そこまで心配してはないけどね。ただ授業にあまり出席できてないし、勉強をするに越したことはないわ。そっか、君は勉強できるんだっけ。ああ、なんか裏切られた気分。裏切りって。大丈夫だ、アンドノ。アンドノが勉強できなくたって我が輩。さて、やるわよ。どれを教えてほしい。国語ってどんな授業やったっけ。あ、カラスだ、カラス。なんだっけ、カラスは黒いから。そんな授業あったか。国語の授業なんだから漢字の話じゃないの。カラスって漢字、鳥から一本横線が減ってるけど、これって目を表してるのよね。カラスの目って毛と同じ色で、ぱっと見どこにあるかわからないから。今のヒントで、まこと、すげえ。そろそろ一息入れたらどうだ。そうしようぜ。俺もう無理。つうか、俺ら怪盗団やってきたじゃん。そこでいろいろ学べたっつうか。今さら学校で習えること勉強しても意味ない感じしね。少なくともリュウジには必要だな。あ、そういう体験も大事だけどな。同じぐらい一般常識も重要だぞ。常識のない大人のたちの悪さ、お前らが一番よく知ってるだろう。確かにそうですね。そのうち高校卒業して社会人になって、さらに結婚なんてことになったら、なおさら求められんのは常識だしな。結婚か。お前、結婚願望とかあんの？本当？うん、そうなんだ。結婚？
先の話だ。それよりも明日の食事を何にするかが俺の今の悩みの種だ。腹減るからその話はやめろ。しょうがねえ、勉強再開すっか。これで全教科終わったか。長かった。手堅いとこ網羅したから多分いけると思う。みんなお疲れ。やればできるじゃん。終わった。あとは紙の実、紙の味噌、なんだっけ。こりゃリュウジはダメだな。だと？ま、あとはなるようにしかならねえよ。そろそろ解散か。気をつけて帰れよ。指導を改心させてこの国助けたのに、試験までやらないといけないなんてな。人間も大変だけど、お前ら見てるとやっぱ人間っていいなって思うぜ。よう。よく考えろ。テストか。俺たちさ、一応この国を救ったヒーローじゃん。いや、ぶっちゃけ試験とか免除でよくない？つか達成感っていうの、なんか薄くない？それな！会見あってもまだ半信半疑みたいな。まあ逮捕されてないうちはこんなもんか。こっから先は誠の姉ちゃん頼みだしな。そんなことより着いたら試験なくなってねえかな。久しぶりですね。指導議員の改心、お疲れ様でした。むしろ先輩はお礼を言われる側です。お祝いも兼ねてどこか行きませんか？初詣なんてどうですか？もう年も明けますし。まあその前に試験ですけど、また連絡させてもらいますね。失礼します。はい、始めるわよ。お、いけそうだぜ。
おはようございます。はい。はい。時間です。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。参ったな。おい。今日で試験も最後ね。どう？順調かしら？私はいつも通り。まあ問題ないわね。私はいいんだけど、お姉ちゃんがね。実はここ数日家に帰ってきてないの。多分指導の立件でいろいろあるんだと思う。指導は各界の大物ともつながってたし、逮捕されたら困る人もいるでしょうね。まあね。でも指導はもう自白した。これは紛れもない事実よ。何よりお姉ちゃんのことだもの。きっとうまくやるわ。というわけで私たちも負けてられないわよ。試験範囲ちゃんと覚えてる？電車でチェックしてあげるわ。始めようか。お、いけそうだぜ。お、いけそうだぜ。行きますよ。どうですか？よし。みんな集まったわね。よく聞け。いいだろ。よく聞け。許せねえ。よく聞け。おいおい、こんなやつだってよ。もう、よっしゃ。行こう。油断すんじゃねえぞ。
ね。はあ、ジオン属性は無効、強敵だし即死効果を狙いたかったけど甘く弱点がわからない。こりゃいろいろ試すしかないな。マロ、そこか。ジオン属性は無効、セルトナ強敵だし、これでどう？即死効果を狙いたかったけど甘くないわね。甘い気がするだな。こんなもんだ。引くだろ。どうした、どうなってんのか。ユーバイ、そこはセルトナで、セルトナセルトナセルヤ。申し訳ありません。それ宝箱だ。
お楽しみの時間だな。おめでとう。その力で頑張ってね。わ、いきなりヤバいやつの反応。目力で多少暗くても楽ちん。you
あんまりだ。嘘でしょ。
存じ。どうだ。ヘルト。君は何者だよ。我が決意の証を見よう。待たせたな。始めるぜ。やべ、さすがだぜ。もうお前ここで終わるのか。よし、生きろ。どこへ行ってくれ。イクマンの神言を信じ。悪いことしたな。ごめんなさい。レベルアップだ。このまま地の果てまで飛ばしていきたいくらいね。いいな、その勢い。ほらほら、もっと飛ばしちまえ。開けようぜ。よし。やるか。ジョーカー、このエリアは。仕方ないね。
まあいいさ。ガキの優勢は。お、弱点が狙えるな。いただいていく。敵だ。さすがジョーカー。この技が有効なはず。呪怨属性が有効。この技が有効なはず。ナイスジョーカー。完全にヒット。大胆にやり返しちゃおう。一人我が半身ゾロ。残りは2人が敵撃破。今回でも遅いぞ。総攻撃パワーアップ。お掃除完了。新しい力、これでもっと戦える。よし、まあこんなもんか。さて先を急ごう。見つけられた。倒してしまえ。やべ、見つかった。速攻片付けるぞ。なんで行くかよ。相手にならないな。弱点がないけど怒らせることはできそうじゃない。どうだ。見てな。いけ、神回避だな。やるよ。めっちゃ悪いんじゃない。そうだ。
なやつ。いいぜ。はあ、使いたいものだな。Yeah.